もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。家康殿が貨幣ながらも奮戦し敵の主力を引きつけております。この隙に敵の総大将藤吉郎を討つのです。秀千代殿であれば必ずや果たせましょう。家康殿が仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。
背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。
ったな、秀千代殿。お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。
退けたようだ。天下は我ら藤吉郎様のものになるというのに。Oh yeah. ヒデンとの再会が戦場とは嬉しいものよ。いつぞやの恩返させてもらうぞ。ヒデンのせい、それがしに任せよ。What a sec.
going. この槍で貴様の首もらい受ける。友を斬る。心苦しかろうが、それも友の役目じゃ。かたじけない。
なんという数、見つかればなぶり殺しじゃな。
徳川方は劣勢、ここで流れを変えねばならん。わしと忠勝殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。案ずるな。それがしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。貴殿は何としても藤吉郎を止めよ。頼んだぞ。目立っておっては敵に囲まれる。二手に分かれよ。わしは残って敵の足並みを乱す。お主はこのまま攻め入れ。休む暇はない。行こうぞ。